U ですね。はい。はい。相田先生のグループも、皆さん、活発に自己紹介、されていたと思います。ありがとうございました。はい。すべてのグループで、いろいろお話も聞きたいところなんですが、時間も長くなってしまいますので、ちょっと皆さんでの共有は、ここまでということにさせていただいて、またぜひ、この研修会の中で、グループで活動するときには、お互いにこう、活発に、意見の交換、コミュニケーションを、取っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、続いて、進んでいきたいと思います。はい。続いて、本日2つ目は、改めて見よう、JLPT の内容ということで、もちろん、皆さん、日本語を教えて、JLPT も教えていらっしゃいますので、知っていること、ほとんどだと思いますけれども、ちょっと改めて、ちょっと確認しながら、進んでいきたいと、思っております。まずはじめに、JLPT の、内容の前に、ちょっと世界での、インドネシアでの日本語教育、もうちょっと広く日本語教育について、見ていきたいと思うんですけれども、先生方、皆さんはご存知ですか？今、インドネシアで大体どのくらいの、学習者の方が、人数どのくらいいるかとか、世界で何番目ぐらいに多いとか、どうでしょう、大体わかるとか、知っているという方、いらっしゃいますでしょうか？2番目先生、2番目と思います。はい。あ、うん、ありがとうございます。70万人ぐらいだと思いますので、2番目になります。ありがとうございます。そうですね。こちらの表でも書いてありますけれども、インドネシアは世界で第2番目、2018年の時点で、70万人ちょっと、ぐらいの学生さん、本当にたくさんの、方が日本語を勉強してくれていると、いうことですね。私も日本人としてもすごく嬉しいことですし、また日本語教育に関係するものとして、先生方たくさんいらっしゃいますけれども、ぜひ一緒に頑張っていきたいというふうにまたこれを見て強く感じております。またもう一つ、ちょっと表をご紹介させていただきますが、こちらは世界の国での、JLPT の受験者数の、国別の、表になります。で、レベル別で大体どのレベルでどれくらいの割合の人が、受験をしているかというようなデータになります。皆さんいかがでしょうか。この1番から6番の表を見ていただいて、インドネシア何番になるか分かりますでしょうか。あんまり分かりません。あんまり分かりません。はい。そうですね。ちょっとご紹介するとですね、こういった国になっております。5番。そうですね。5番がインドネシアの、レベル別の受験者数の内訳ということですね。5番でしょ、これ。で、見ていくと、一番多いのが N4、34% で、N4 の人。で、N3、N2、N1 と、もちろん少しずつこう減っていくというような、内訳、になっております。で、先生方も実際教えていらっしゃって、感じてはいると思うんですけど、やはりこう N4 から N3、N3 から N2 というところに学習者の皆さん、学生の皆さんの、ハードルがあるというか、目標があるというか、少しでもここの壁を越えていくというところが、インドネシアの学習者の皆さんの、目標、課題になっているのかなというのも、表を見ながら、
感じておりました。はい。で、次は JLPT を受験する目的、先生方の学生の皆さん、どんな目的で、JLPT を受験していますでしょうか。また先生方は学生の皆さんに JLPT テスト参加してくださいねというときに、どういう目的で JLPT を受けてくださいというお話をされていますでしょうか。例えば日本の場合、私たちの場合は、日本語学校ですので、日本で、日本語学校を卒業した後に進学とか就職をするためには N2 とか N1 合格が目標になりますよということだったり、日本でアルバイトをしたいという学生さんがいれば、アルバイトのためには N3 ぐらい合格できるといいですねとかですね、そういった目的、試験を受ける目的というのを学生の皆さんにお話しすることがあります。どうでしょう、インドネシアの学生さんはこう、また先生たちはどんなこう目的で、JLPT の受験お話をされていらっしゃいますでしょうか。私の場合は、生徒たちが研修のためかな、研修のために、研修生になるのため、日本語を、JLPT を受ける理由です。ありがとうございます。デルタ先生ですね。ありがとうございます。研修のために JLPT 受けた方がいいですよ。他の先生は何かこう JLPT を受けるの？先生、私です、はい、お願いします。はい、もしインドネシアでは例えば通訳、インドネシアにある日本の会社で、通訳者になりたかったら、ぜひ N2 を持たないといけないです。はい、日本の会社で働くためにこう N2 を目標にしましょうと。そうです。私も、はい、元の仕事も、通訳者なんですが、N1 を持っていました。アイン先生もありがとうございます。そうですね、今後 JLPT を受験する、またその JLPT のためにこう勉強を頑張るというためには、やはりどうして JLPT を受けなければいけないのか、ね、どうして N2 を取った方がいいのか、そういったことも我々、教員の方が学生の皆さんに説明していく必要が、出てくると、感じております。はい、では、続きまして、こちらは JLPT の、試験の、概要と、なります。まず実施については、7月と12月、大丈夫だと思いますが、試験の科目ですね、こちらご存知だと思います。 N1 から N5 まで、で N1 と N2 は、言語知識と読解、一緒に試験を受けて、各レベル、言語知識、読解、聴解の3科目の試験を受験するという形になっています。また、各レベルの合格点、合格基準点がこちらになっています。レベルによって N1 は100点以上とか N2 は90点以上。それぞれ合格点が異なりますが、その3科目、言語知識、読解、聴解の3科目の基準点、科目の基準点というのがあって、すべて19点、合格点、総合で合格点以上、合格の点数を取っていても、各科目の点数が19点より下になってしまうと合格できないと。で、私のところの学生にも、やはり時々います。合計の点数は100点以上です、110点ですという学生でも